こんにちは、アモレです。今回の話はこれです。ドーン。国別の暗号資産税率が発表された。日本の順位は。税率を変えなければいけない理由がそこにはあるのか。おなじみ、暗号資産取引で利益が出た場合は税金が取られます。例えばビットコインを1枚1万ドルで買い、5万ドルで売ったら利益は4万ドル。税率が 10% の国なら4000ドル、 20% の国なら8000ドルを税金として納めます。そして先日、暗号資産分析企業のコインカブが国別の暗号資産の税率をまとめたレポートを公開しました。結果だ。調査対象の国の数は全部で69カ国。1年以上保有した暗号資産を利確した時の最高税率が表示されています。灰色と黒色のラベルに書かれているパーセントが税率で、色が濃いほど税率が高いことを表しています。緑色のラベルは税率が 0%、 つまり非課税を表しています。赤色は暗号資産の取引を禁止している国で、中国、ベトナム、パキスタンが禁止しています。全体的に見ると 30% を超える高い税率の国がたくさんあれば、 0% の非課税の国もたくさんあるという点でバラバラになってます。右端のジャパンを見てください。日本の最大税率は 45%。 日本の国土が真っ黒になっているので、他の国より税率が高そうな雰囲気が伝わってきます。なお、韓国が 16.5% と記載されていますが、現在の韓国は暗号資産の取引は非課税なので、これは誤記の可能性があります。左側の USA、 アメリカは 20%。 アメリカは保有期間が1年未満の場合は通常の累進課税が適用されて、最高税率は 37% ですが、1年以上保有すれば税率は一律 20% になります。全部。ただし州ごとの税制もあり、追加で税金が取られます。全部で50州のうち非課税の州は9個。ワイオミング州とフロリダ州は非課税で、多くの暗号資産愛好家が住んでいます。テキサス州は非課税に加えてエネルギーコストが低いため、マイニング事業者に魅力的な州になっています。税率が一番高い州は左端のカリフォルニア州で 13.3%。 その次に高いのは右端のマサチューセッツ州の 12.0% です。このようにアメリカでは居住している州によって税率が大きく異なります。チェンジ。ヨーロッパを見ると27国のうち非課税の国は6個。ドイツは GDP が世界4位の国で、消費税は 19%、 所得税は最大 45% で、税制は厳しいイメージがありますが、暗号資産は1年以上保有すれば非課税にすると発表して世界を驚かせました。ポルトガルとベルギーも1年以上保有すれば非課税になり、ベルギーは事業収入とみなされる場合は最大 50% の累進課税となっています。スイスは暗号資産の利益は非課税ですが、お金持ちには富裕税がかかります。マルタは長期保有した暗号資産は非課税ですが、事業所得税が課せられる場合があるなど、税制が複雑になっているそうです。マルタはヨーロッパの暗号資産ハブになることを目指していて、マルタに拠点を置く事業者には税制優遇措置が取られています。過去にバイナンスがマルタを本拠地として活動していました。その他、アイルランドは 33%、 フィンランドは 34%、 デンマークは 42% など、ヨーロッパには税金が高いと言われる国も結構あります。それでは世界暗号資産税率ランキング上位5位を発表します。5位、ニュージーランド 39%。 4位、デンマーク 42%。 同率に南アフリカ 45%。 同率に日本 45%。 1位、アイスランド 46%。 日本は世界2位です。日本の暗号資産の税制は総合課税の雑所得で、
給料などの他の収入と合算した課税所得が4000万円を超えると最高税率の 45% になります。控除額があるもの、さらに一律 10% の住民税が取られるので、最高税率は 45% というより、55% が正しい税率と言います。さらに、給与所得者ではない人は、健康保険料も爆上がりします。一方、1位のアイスランドは7000ドル以上、日本円にして約100万以上の利益で最高税率の 46% に到達します。なので、最高税率に達するまでの速さはアイスランドの方が上です。しかし、もし税率上位の国が日本の住民税 10% を超えるくらいの追加の税金がないなら、暗号資産税率の世界チャンピオンは日本です。おめでとうございます。ビットコインに投資して儲かったはいいけど、税金でほとんど持っていかれる。雑所得、雑所得。日本の評価だ。アウチ、税金だ。ビットコインの利益をどこに持っていきたくないですか。日本、南アフリカ、アイスランドはあなたの10万ドルから4万5千ドルを奪うことになります。日本は暗号資産の利益に対して厳しい税金を課していますが、暗号資産とブロックチェーンに熱心な国です。暗号資産に関する政策を作る組織としてデジタル分散型ファイナンス計画オフィスを設立しました。暗号資産には特別な扱いはなく、5% から最大 45% までの段階的に課税されます。どんな暗号資産でも所得として課税されるため、一般的な所得税の対象となります。日本政府は国家戦略として Web3 分野で日本が世界をリードすることを目指していますが、世界一の重税のままリードしようとしても、重税が産業発展の模試になり、国内そして海外からの資金や Web3 企業の流入はあまり期待できません。しかし、今年4月に自民党が Web3 ホワイトペーパーを公開し、暗号資産取引の税率を一律 20% にする提言をしています。その他、損失の繰り越し控除を認めること、課税するタイミングは暗号資産投資を交換した時ではなく、暗号資産を法定通貨に交換した時点でまとめて課税対象とするという提言もしています。さらに、先日7月31日に日本暗号資産ビジネス協会と日本暗号資産取引業協会が税制改正要望書を金融庁に提出しました。要望書には税率を一律 20% にすることも書かれています。要望書の提出は毎年恒例行事になっていて、金融庁が税制改正に向けて動き出す様子は今のところありません。ずっと X 軸は GDP、Y 軸は税率の算出です。アメリカ以外の65国を表示しています。傾向は、税率が 0% の国はドイツ以外すべて GDP が1兆ドル以下であることです。税制を優遇することで投資マネーを集め、経済の活性化につなげる狙いがあると考えられます。日本は GDP が大きい上で税率が 45%。アイスランドと南アフリカは GDP が小さい上で税率が 45% 以上。GDP が大きい国ほど税率が高くなりやすいといった傾向はありません。ひょっと、これは税率を低い順に並べたものです。今回報告された暗号資産税率が 0% の国は21個。税制優遇の国トップ5は UAE、バハマ、バミューダ諸島、ケイマン諸島、
セーシェルと発表されています。 UAE の一つのドバイは法人税所得税がかからず Web3 企業向けの経済特区を整備することで2022年の時点で1400社以上の Web3 企業がドバイに拠点を構えています。エルサルバドルは世界で初めてビットコインを法定通貨にした国で、ビットコイン債やビットコインシティを計画し、テクノロジー企業に対する税金をゼロにしてビットコインの全面的な導入を進めています。その他、税率 0% のシンガポールはアジアの暗号資産の中心地、マルタはヨーロッパの暗号資産ハブを目指しています。日本政府は本気で Web3 分野で世界をリードする国を目指すなら、暗号資産の税率は 0%、 経済特区を整備し他の国より魅力的な条件を揃えて Web3 企業をどんどん融資するくらいの勢いが必要です。いざ Web3 先進国へ。ビットコインに投資して儲かったはいいけど、税金でほとんど持っていかれる。雑所得、雑所得、雑所得。以上、国別の暗号資産税率が発表された。日本の順位は税率を変えなければいけない理由がそこにあるのかでした。この動画が参考になったらグッドします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。ツイッターでは暗号資産の速報しているのでご利用ください。ブログでは爆撃コインを探しているのでお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。